皆さんこんばんは、四畳半の狼でございます。2021年1月の12でございます。ピックアップ来ておりまして、ちょっと出遅れておりますが、今日はこれを弾いていきたいと思います。で、弾いていく前に、ちょっとご紹介したいものがあります。僕の、ツイッターもやってるんですけど、そのツイッターの DM にこんなメールが来たんです。狼さん、帰り道パンツが落ちてました。どうでもいいから、どうでも、本当にどうでもいいから、面白かったからいいんだけど、コロナで緊急事態宣言が発令されて大変だったり、大雪で、渋滞で車の中に閉じ込められたりと、大変な中、パンツ事件ですよ、パンツ事件。本当、やめてもこういうの送ってくるの、本当にもう、僕ね、ちょっとのけときます、ツイッターの DM、面白いものをどんどん送ってください、面白いものはどんどん送ってください、パンツはもういいです、パンツお腹いっぱいになりました、なんか面白い、なんかこう、出来事ありましたら、じゃあ、ツイッターの DM に、メールいただければと思います。あとは、チャンネル登録、あとはフォローをね、フォローもお願いいたします。フォローして送ってきてください。というわけで、今日はこのピックアップを早速弾いていきたいと思います。撮れてるね、撮れてるね。さあ、いきます。ズキュン。おー、チケット1個しかない。今回の中身はね、結構いいと思います。僕的には全引き。特にこいつ、ジャックスパローも入ってるし、オールもね、すごい使いやすいんですよ。今回のね、このピックアップは、個人的には全引き確定の両積むいっぱいな気がします。で、今月のニコイチ、シンデレラニコイチ、あれは頑張って取りに行きましょう。さあ、ラスト、オール。おー、眉毛太い。ちゅうわけで、はい、スキルチケット、ゲットでございます。やったぜ。で、あとはイベントで手に入れたこちら、はい、ログインボーナスのドナルド、これを、取っていきたいと思います。ズキュン、さあ、いくぜ、せーの、ゴー。おー、ダルマドナルドでいいのかな、ダルマドナルド。これはどれくらいまで育つんだろう、ちょっと見てみようか。はい、スキル4まで育つんだ。イベントの中で全部スキルマックスになっていくのかな、ちょっとよくわからない。これ、とりあえず今日はこれをワンプレイして終わりたいと思います。さあ、行くぜ。イベントも全然進んでない。今回のイベント結構楽しいね。で、報酬もかなりいいのと、あとなんかつむつむユニバーシティだっけ、あれで、スキルチケットもめっちゃもらえるから、今月は、お、なんだこれ、ちょ、なんか強いぞ、なんか強いぞ、なんか、ちょっと爽快感あるぞ。ダルマ系、ちょっと今まで苦手式やったけど、ドナルド強いじゃん、強いじゃんっていうか、使いやすい。よし。なかなか発動しないけど、報酬粒の中では1個ずついけるんだ。あ、なるほどね。あ、なるほど、1個ずつもいけるんだ。あ、いいじゃんこれ、イベントでも使いやすそうだし、あ、これいいじゃん、報酬の中では久々に当たりなんじゃない、ズキュン。おお、めっちゃ消えるじゃん、めっちゃ消すじゃん、すげえ。スキル上がってったらどうなんだろう、これ何かが良くなるのか、発動が良くなるのか、ちょっとちゃんと見なかったな。あ、で、パンツ事件なんだけど、あれ、ああやってさ、みんなね、ツイッターで上げたりするでしょ、おー、パンツ落ちてるで、珍しいと思って、ツイッターでつぶやいたりするじゃん。あれね、ちょっと注意した方がいいらしいですよ。ありえないものが道に落ちてる時には、ちょっと注意した方がいいと思う。その SNS の使い方で、パンツだけじゃなくて、よくフライパンが落ちたりとか、炊飯器が落ちたり、掃除機が落ちたり、その捨ててるじゃなくて、明らかに不自然に落っこってる時って、なんかね、あれ、ストーカーの手口らしいですよ。あれで個人を特定するらしいんですよ。例えば、落としてあるすぐそばに、わざと置いてある人が張り付いてて、で、それつぶやくじゃない。例えば今回だったら、パンツ落ちてた、ハッシュタグつけてつぶやくじゃん。そうすると、それで、その画像が上がってきたツイッターの画面で、あいつが今上げたっていうのがわかるじゃん。そばでわざと置いておいて見てたら。で、個人を特定して、例えばそれが可愛い女の子だったら、後をついていって、家を特定する。で、アカウントを特定する。みたいな形で、そういう手口があるらしいんです。なので、ちょっと SNS、使い方、皆さんちょっと注意してください。
あの拾って帰るとかやめてね。ただバッチリからね。バッチリから、それはダメよ。それはもちろんダメよ。SNS の使い方もちょっと皆さん注意しながら、ネット世界を楽しんでいってくださいね。ちょ注意喚起でございました。下の概要欄にあの僕の Twitter アカウントも載せておりますので、チャンネル登録、あとはグッドボタン、あとは Twitter の方の、フォロー、面白いところが、ネタがありましたら、DM 等々送っていただければと思います。僕が全力で晒していきたいと思います。以上、4畳半の狼でございました。また次回どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。